皆さんこんにちは。ナチュラルスピリット営業部の中崎です。弊社ノンリアリティ本の傑作、早く死ねたらいいねの著者、リチャード・シルベスターさんにお話をお伺いしたいと思います。リチャード・シルベスターさんは30年間スピリチュアルの探求を続けてこられまして、ある日セントラルロンドン駅にて自分という感覚がすっかり消えてしまう目覚めの体験をされて、その1年後に解放に至りまして、現在はスピリチュアルの探求は終えられている方です。イントロダクションの一部今読み上げます。自分が人生の主導権を握っている、自分が何とかしなければという感覚が途切れた時、ようやく人生はただ経験されるものとなり、くつろぎが生まれる。何だっていいのだという安心感と、何かにすがろうとすることの終焉がそこにある。こういったイントロダクションなんですけれども、なんとも癒されるというか、そういう安心感を得る文章なんですけれども、この本を最後まで読み進めると、この世の中の出来事っていうのはなるようになっているので、選択することはできないっていうことが、分かります。ところが、まあ、その一生懸命毎日働いてる営業マンの私としては、真実はそうなのかもしれないけど、なんか元も子もないなっていう、ちょっとなんだろうなっていう、ちょっと笑ってしまう内容でもあります。最初の質問です。これを見るように私は大変この本をよく読みました。目覚めや解放をするとはどういうことなのかというのは、知識では分かった気になっています。でもそれはおそらく、知識だけであって、本当の目覚めを体験してからじゃないと真の理解は得られないと思っています。そこで伺いたいのですが、どうしたら目覚めや解放は起きるんでしょうか？ Yeah, this is the most obvious question in the world, and it's also the most frustrating, because, one of the, はい、これはですね、まあ、世界で最もよくある質問であって、そして、最ももどかしい質問でもあると思うんですね。Even with the kind of, briefest glimpse of awakening,というのは、結局は自分というものは存在しないというのが、問題の根幹にあるんですね。最も短い目覚めの瞬間においても、それに気づくわけです。つまり、でも、ここが問題の根幹であって、自分というものがいて、そして自分というものが何かできる、この分離のジレンマを解消できるというその幻想を抱いていること、そこが問題なんですね。Then perhaps it becomes apparent as to how, hopeless you どうやってその幻想そのものが落ち合えばいいのか。The question is, it's a very natural question to, ask. In a way, it's the most natural question in the world. そう思うと、この質問は非常に、絶望、希望のない質問であり、またバカバカしい質問なのかもしれません。Of self, and, it wishes.というのは、自分がいるというのはごく自然な感覚なんですね。そして、その自分という感覚を排除したい、払拭したいという思いがある。それが問題の根幹にあります。なので、この質問者そのものに問題の元凶があるんですね。The sense of that person is the very problem itself. What I'm suggesting is どうやってそのそこにいる自分をなくすかということ、消すかということ、そして非人間になるかということですね。自分というその感覚そのものが元凶なんですから。その質問者が自分という感覚を消して崩れさせて崩壊させる。そうするとワンネスと、いわゆるノンデュアリティ、非二元性に達します。まあ、それが二元性ということですね。二元性というのは文字通り二つあるという感覚なんですね。その分離感のことを言います。つまり、自分という、存在がいて、そしてそれ以外のすべての外の世界がいるという、この二つの感覚です。
So it seems an absolute truth, let's say, that there are, that there is duality. There are these two things. There's me and there's the world I move through.はい、まあ、それが絶対的なことなんですね。二元性というのは二つあること、つまり自分と、自分が生きているこの世界があるという感覚ですが、まあ、それが確実に崩れるということ、すべてが崩れ去ること、可能です。すると世界が消えます。It's simply, if you like, a part of everything. そしてこの個体としての自分、この確固たる自分も全ての一部だったということに気づくわけですね。まあ、完全に正確な例えではありませんが、それが答えです。ありがとうございます。Thank you. つまりというか、今私がシルベスターさんと話しているのは、ワンネスがワンネスに話しかけているっていう理解で正しいですよね。Yeah, that's absolutely correct. Yes, oneness is talking to oneness. Oneness is asking oneness if oneness can explain oneness to itself. Yes. そうですね。まあ、まさに、oneness が oneness に話しかけていて、oneness が oneness に問いかけ、そして oneness が oneness と一緒に喋ってるという状態なんですね。This is seen.Is that there can be a lot of spontaneous laughter. でもそれは実にバカバカしいこともあるんです。Laughter can be about many things, but one of the things it can be about is the sudden recognition of the absurdity. よくある話ですが、こうしたことに気づくと思わず人は笑ってしまうんですね。本当に、まあ、多くの場合、突然そのバカバカしさに気づくんです。というのは、今まで誘導してきたこと、ずっと、探し求めたいことが、まあ、あったのに。これこそが、究極の真実だったからです。わかりました。ありがとうございます。Okay, thank you. 2つ目の質問をします。目覚めが起きて覚醒に至った後に、全てが意識でできていて、それは全て無条件の愛だということを書かれていますけれども、もう少し具体的にその無条件の愛とはどのような感覚なのか伺いたいです。Yes, can I say first of all, I don't refer to this as enlightenment. I think enlightenment is a very misleading word. So I'm just going to lay that one aside. まずですね、先ほど、この、覚醒をエンライトメントって訳してしまいましたが、このエンライトメントっていう言葉はかなりミスリードしますので、これは少し脇に置いておきますね。The assertion that's made, not just from here, but from other people who have written andそして、まあ、ここでですね、確かにこの無条件の愛に関する質問は非常に根幹的な核となる質問です。これについては今までいろんな人が語って、また言葉にも書いてありますね。ついに分離の旅が終わって見つかるものとしてよく書いてあります。また、例えば、それを目覚めることで、責任ある人生、もう生きなくていい、もうコントロールしなくていいということで、求道が終わるわけですが。What finally seems to kill the seeking energy is this seeing that, でもだからといって、この人生が空虚であるっていう、空っぽであるってことじゃないんですね。And I know that obviously sounds paradoxical, but nevertheless, that's the only way I can put it.まあ、それだけではなく、本当に中道があるのは、すべてが空であり、同時に何かで満ちているっていう、その気づきに至ったときに、人は中道することが終わります。というのは、空であって、同時に何かに満ちているっていうのは、逆説的ですけど、でもこれこそが真実なんですね。そして、この何かに満ちていると何で満ちているか、無条件の愛で満ちています。これは言葉で言ったら、分かりにくい部分はありますが、実際にそれを見て体験すれば、否定しようのないものです。それが無条件の愛です。So to, address the question directly finally, I think the core of this is that the difficult part of the phrase unconditional love is not the word love, it's the word unconditional. I mean, I've said this
そして、まあ、先ほどの質問に答えるとすればですね、まずは無条件の愛というもの、これが根幹にあるわけですけど、愛の理解についてはほとんどの人は問題を持っておりませんね。Kind of understanding of or feel for, or to use a colloquial phrase in English, a handle on what love means. 誰しも何らかの形で愛を体験し、それについて理解しています。しかし、まあ、無条件という言葉になったらですね、ちょっとわからない部分が出てきますね。Some way from some kind of experience that we have. So the problem, which I'll come on to in a second, 愛の意味については特にミステリーはなく、ほとんどの人が明快な理解を持っています。I mean, many people have, written beautifully about love and have spoken beautifully about love.ただ、まあ、愛については、まあ、美しい言葉でいろんな人が語って、また文章にも書いていて。This word unconditional, because unconditional does really mean what it says. これ以上私が付け加えることもありません。ただ、無条件という言葉については多くの誤解があるんですね。まあ、条件がないということ。そしてまた、何一つ排除しないという意味でもあるんです。Now, if we think about what really that means, is it means that nothing is excluded from unconditional love. もしですね、何か排除する愛であったら、それは無条件の愛だとは言えません。Was excluded, then the love would not be unconditional. Unconditional love is all embracing. なので何一つ排除しない、すべてを包含する、すべてを受け入れる愛のことです。In other words, it includes everything that we may dislike. It includes everything that may make us angry. It may include everything that we 言い換えるとですね、すべてを含むのが無条件の愛です。あなたが嫌いなもの、腹を立てるもの、最も憎んでるものですね。Most dislike, most hate, unconditional love.それを今思い浮かべてください。しかし無条件の愛にはそれも全て含まれる、それも受け入れるんです。So, unconditional love embraces absolutely everything. This can be a great challenge to the mind. You know, the mind なので、まあ、全てを受け入れるということですね。しかし人間のマインドはなかなかこれを受け入れられません。これが苦手ですね。一番嫌いなものを考えても無条件ないって、それさえも全部受け入れてしまうんですから。でもある意味それが理解できれば非常にホッとする安堵感を感じるはずなんですね。というのは、私が何を考えても何を感じても無条件の愛はただあるだけで、それとは関係ないからです。We may have picked up this idea of unconditional love and turned it. スピリチュアルな道を歩いている人は、無条件の愛という言葉を使って、それを難しくしてしまいますね。何か難しいことを成し遂げればいけないと思ってしまいます。In other words, we may feel that I have to become. 例えば、私は無条件に愛のある人にならなければいけないと思います。But I can't become unconditionally loving. You know, I'm a person, I'm a character, whatever you want to call me, but I have my likes, my dislikes. しかし、この私が無条件に愛することはできません。それをやろうとするしても必ず失敗するでしょう。私は人間であり、キャラクターであり、どんな呼び方をしてもいいんですけど、好き嫌いもあって、心が動揺することもあるからです。A lot of people suffer a great deal from their attempts to become.でも多くの人は、無条件の愛のある人に一生懸命なろうとして、それに失敗してしまいます。しかし、解放が起きると、そういったものは全て、どうでもいいことになるんですね。というのは明らかに無条件の愛が、ただそこにあるだけだからです。It has nothing to do with me or what I'm thinking.Or what I'm feeling. It has nothing to do with whether perhaps I woke up in the morning and
私が何を考えて何を感じようと、朝起きて機嫌が悪かろうと、無条件の愛には全くそれは関係ないことなんですね。無条件の愛とはただ、ただあること、存在や実在の本質だからです。ありがとうございます。Okay.